はい、どうも皆さんこんにちは、もいもいです。今日はですね、じゃんこちら、おこれを開けていこうかなと思います。ちょっとね、あれなんですよ、風邪をひいた時に暇だったんで、まあ YouTube 見てたりとか、まあいろんな選手のね、そのPUBGの配信とか見てたんですけど、それでも暇でちょっと UFO キャッチャーをやりましたちょっと散財はしたんだけど、でも欲しいやつがあって欲しいやつをゲットしたんで、ちょっとみんなと見ようかなと思います。開けますね。超楽しみなんだよ。あんまりね、こういうのにね、お金を使ったりしないんですけど、私ちょっとね、やっぱ風邪をひくとね、判断力が鈍ると言いますか、かなり。いやでもね、可愛かったの、欲しかったのよ、これ。じゃん、2つあります2つあります。なんでしょう。あ、おお、じゃん、プンバとスカーライオンキングのフィギュアです。私ライオンキング好きなんですよ。2は見てないんですけどほぼ空洞なんだが、結構大きいのかな、すごい、かなりでかいそしてマジでプンバ、おー、あ、これはテンション上がる、めっちゃでかい。イボイの獅子ですね、彼は。ハクナマタタですね。わー、あ、ちょっとふわふわプンバ、あー、ちょっと毛が毛ばってるな。かわいい、めっちゃかわいいプンバ、わー、いいですね。遠くのやつはこれ、お尻に座らせる的なやつかな、こうかな合ってるのかわからないけど、まあ、これで一応自立するんだよね。プンバ、やった、ゲットしました。あともう一個スカーですね。スカー好きなんですよ、私。大きくなったシンバよりもスカーの方が好き。どんどんダンボール増えてくるの。おお、でかい、めっちゃ大きい、やった、わー、かっこいい、わー、見てこのリアルな感じ、あ、めっちゃよくない、やっぱふわふわですね。わー、嬉しいなー。このさ、なに、このライオンのさ、この大きい手この大きい手がね、好きなのー。猫かって感じ。ちょっとこう、グッてやったら折れそう。ちょっと怖い。あー、かっこいいよー。ほらー。スカー。やったね。どこに置こう。はい、ということで。あ、めっちゃテンション上がる。めっちゃ可愛い。ライオンキング好きなんですよ。そう、あのね、ぬいぐるみって難しいんですよね。そのライオンキングのね、シンバのね、ぬいぐるみが、やっぱあんま可愛くないのが多いの。でも、あのね、シュタイフって知ってます？シュタイフっていうティディベア、ティディベアの有名なブランドがあるんですけど、シュタイフのシンバがめっちゃ可愛いんだけど、相当お値段するんだよシュタイフだから、もうね、あれだけは買えないな、さすがに。好きでも、でもこれぐらいだったら UFO キャッチャーでちょっとお金出してUFO キャッチャーでも、その UFO キャッチャーやったっていう楽しめたのと、フィギュアもゲットできたっていう、その二重の満足感っていうか、ね、いや、素晴らしいです。カプトレで撮りました。
やったね。ということで、これだけです。最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。白のまたたー。わははい。